ところで、朝起きられないというのはゲームでもして夜更かしをしているからではないのですか？では、どういうわけでしょうか？そうでしょうね。まったく、あなたという人は。まあ、あなたはユウスケと違ってきちんと勉強もしているようですから多めに見ますが、それにしてもなぜゲームにそこまでハマれるのでしょうね。一体何が面白いのですか？ほう、例えばどのような種族ですか？堕天使とゾンビを仲間に。それは確かに普通ではありえない出来事ですね。誘っていただいたのはありがたいのですが、私は遠慮しておきます。それにしても、あなたはスリルやドキドキするようなことを求めてゲームをしているんですか？そうでしょうか。現実でも簡単に体験できると思いますよ。さて、もう遅いですし、そろそろ布団に入りましょうか。ちなみに、布団は一組しかありません。その通りです。今さら帰るなんて言わせませんよ。スリルやドキドキすることをしたいんでしょ？それを今日あなたにじっくり味わわせてあげますよ。それはこれからのお楽しみです。もしかしたらゲーム以上にハマれるかもしれませんよ。さあ、寝ましょうか、私と。